さあ始まりました、資産運用俳優川久保拓司のしるしるチューブ。さあ今回はですね、ちょっと趣を変えてコラム回ということで、ちょっと知識とはまた違った回にしようかななんて思ってるんですけども、そもそも YouTube 始めて、まあ、そんなに時間経ってないですけども、なぜ資産運用俳優なんですかっていうところをちょっとですね、僕の、大まかな人生とともに振り返っていきたいと思います。いやー、思えばですね、激動の人生、紆余曲折を経て荒波に揉まれ溺れ苦しみあがき喜び楽しみ、いろんなことがあったこれまでの人生でしたけども、今なぜ皆さんに資産運用俳優という形になってこんな感じでメッセージを飛ばしているかというのを、今回ちょっとコラム的に話していけたらいいなと思っています。さあそもそもですよ、俳優川久保拓司、20歳で、まあ役者の人生をスタートしたわけですけども、まあ20代の自分なんてもう本当にもうお金のことなんて、まあそんなあれやこれや全く考えずに本当に生活してましたからね。本当に僕20代のことをこう呼んでるんですけども、川久保拓司20代侍期、もう侍ですよ本当に。酔い越しの金は持たねえと、全部使うんだと、そして全部使っただけ不安になる、そのモチベーションを仕事にぶつけていきゃいいんじゃないのなんていうストロングスタイルのまま生活してましたから、いや本当にね、もう入ってくる収入を全部使ってたんじゃないかな。もう例えばですけども、ちょっとだけ節約しなくちゃいけないなっていう意識はあったりするんですよ。だから例えばスーパー行って、あれこの野菜よりあっちのスーパーの方が安くないとか言いながら、そっちのスーパー行って買ったりするんです。何十円の差のために、あれこれお得じゃない、特売品だからちょっと多く買っとこうとか言って、ちょっとお金に対して節約してるストイックですみたいな錯覚に陥りながら、この靴いいな5万円か、うん、いやでもこの靴買ったら人生変わるかもしれないわ、いやいやいや待てと、自分は役者だと、自己投資でしょ、うん、自己投資自己投資、未来のための自己投資、買っちゃおう買っちゃおう、後のお金はなんとかなるから買っちゃおう、うん、みたいな感じで、節約してる満足感に浸りながらも、侍のように全額使い、そして月末に思うわけです。別にそんなになんか大したことしてないのになんで金ないんだろう、いやおかしいな、もっと稼げるようになんなきゃな、みたいなことをぶつくさぶつくさ言いながら過ごす、そんな日々を送っておりました。さあこの侍期何が一番問題なのか、節約してる気になってるのにお金がないっていうところがね、めちゃくちゃ問題なんですよ。やっぱりファイナンシャルプランナーとしての知識、そして経験、そして皆さんからの相談を受けてる中で、自分の家計に直面しない、これ一番問題なんです。やっぱりお金の考え方っていうのは、自分がどう稼いでどう使って、その差額がどうで、これからどう運用してっていうのを直面していかなくちゃいけない。もうこれをね、だから たまにお金のこと分かんないんだったら家計簿つけた方がいいよなんて言う人いると思うんですけど、あれって本当にそうで、家計簿つけるとお金の出入り流れ、自分の特徴なんかが把握できるようになるんですね。それをしなかったのがこの川久保拓司20代の侍期でございました。このまま30代を送っていたらと思うと鳥肌が立ちます。ああおっかねえというところで、さあその次のここ30代前半結婚、いや良かったですよ本当に。そんな破天荒な人生を送っていた僕も結婚することができました。がしかし同時に
襲ってくる不安、え、結婚するってこんなにお金かかんの、待てよ待てよ待てよ、これまでは何にも考えずに過ごしてきたのに、いろんな考えなくちゃいけないことが一気に増えてきた、どうしようなんて思ったのが、まあこの第2の時代になります。まあそんな風に感じているまさにその最中の方、もしくは結婚したいけどお金がないから今は結婚する時じゃないかな、なんていろんなことを未来に先送りしている方、のんのんのんなんです。本当にやっぱりね、僕はこの30代前半で結婚していろんなことに直面しました。自分がどれだけのお金を今持っているのか、持ってないのか、じゃあ借金はどのくらいあるのか、僕は大学も奨学金を借りて行ってたりしたので、その奨学金もまだ借りたままコツコツ返済していたりして、そのこともあんまり深くは考えたりしていなかった。だったり、じゃあ僕は俳優ですから来年どうなるかわからない、すごく変動のある仕事です、そして個人事業主である、その個人事業主であるということが、大学の同期のみんなが厚生年金を払いながら未来へのお金をですね多めに支払っていた、そんな生活とは真逆の生活をしていた僕ですから、どれだけの資産の差がついている、老後に対する差がついているかというのも直面したのがこの時代になります。さあこの時にですね、やっぱり若かりし10代の川久保、必死にサッカーやってきましたから、若干根性だけはありました。そこでまずお金のことを必死に勉強し出すわけですね。もともと読書が好きで、大学も経済学部でしたから、お金の話、経済の話なんていうのはすごい、まあ好きだったので、まあこの時期にね本を読み漁りましたよ。もう片っ端からお金に関する知識、小さい豆知識から経済の大きな考え方、ミクロマクロ経済までいろんな本を読みました。そしていろんな知識を積み重ねていくと、おのずと生活が少しずつ変わっていくんですね。その時に知人から言われた一言が、お前そんだけ勉強してそんだけ知識あんだったら資格もう取れんじゃねえの、と言われたわけです。というところで、ファイナンシャルプランナーの資格受けてみたら、うん、バンバン受かりました、うん、宅建の資格も、うん、受かりました、結構いろんな知識溜まってたんだなと思いました。さあそれをどんどん生かして生活を変えていったのがこの30代後半、子育て。さあこの子育て、皆さん今見てる方、子育ての最中の方、もしくは子供が欲しいなと思ってる方、もしくはいや自分にとっちゃ結婚子育てそんなのはもう遠い未来の話だわと思ってる方、いや僕はね先に直面して思いましたよ。誰にでも可能で、かつしっかりとお金がいる時代に入っていく、それが子育て時代だと思ってます。まあ自分のことだけを考えてきた20代、そしていろんなことを直面した30代前半を経て、いろんな知識をため込んだ僕は、あれよあれよという間に家計を改善していきました。そうすると何が起きるかというと、年末にふと思うんですね、あれそんなに苦労してないし、考え方をちょっとずつ変えただけなのにお金に余裕ができてるなと思うわけです。え、もっともっと節約とか苦労すんじゃないの、もっとひもじい思いしてお金って貯めなくちゃいけないんじゃないの、なんて思っていた僕だったんですけども、本当に考え方一つ、知識一つで全然家計っていうのは変わっていきます。それでももうどんな状態の人でも、それでも家計の夜は明けるわけです。これ皆さん本当に感じてください。これからしるしるチューブでいろんな知識を皆さんにお届けする中で、お得な情報をいっぱい詰め込んで皆さんにお届けしたいと思っているので、これからもぜひ見てもらいたいと思ってます。そして子育てをする中で、僕はやっぱり資産運用というものにより比重を傾けていくわけですね。すると何が起きるかというと、
自分の心に余裕が出てくる。そして資産運用をすることで、あ、お金ってこんなに自分の、知識や、経験、リスクの取り方でしっかりと増えていくんだなと感じると、より役者という自分の夢、本業に対して 100% 以上の気持ちを込めて頑張れるようになる。そんないい効果があると思ってます。でも今の日本で運用、投資、投資信託、不動産投資、そんなワードを聞くとどっかで、それ騙されるんじゃないの、お前なんか変わったな、大丈夫か、戻ってこいよ前のピュアな自分に、みたいな、こう悪いことをしてるようなね感じで受け取られちゃう時があるんですけども、いや、ノンノンです。それこそノンノンです。いや、僕はこの20代よりも30代よりも今の方がより余裕を持ってストイックに役者としてアプローチできてるわけです。それはひとえに資産運用をしたからでございます。なので私、資産運用俳優になったというわけです。皆さんにもね、この感覚をつかんでいただきたいと、もう切に願っております。いや、なんでかっていうと、本当にこの侍期に自分のモチベーションを上げるためにはピンチに自分を追い込まなくちゃいけない、その自利品の中で這い上がる努力をしていくんだ、みたいなモチベーションって、僕は個人的には健全じゃないと思ってます。やっぱり健全なメンタルで余裕を持って自分の夢、目標、目の前の仕事、出世、いろんなものに対してアプローチしていく、そのための土台として家を作る、家を建てるためにもしっかりした基礎が必要ですよね。そのしっかりした基礎を作るためにも、皆さんに資産運用に取り組んでいっていただきたいと思っています。でもまあ僕は収入が低いから今は資産運用なんて考える時じゃないかな、なんて思ってる方、関係ないんです。収入が少なくても多くても、そして貯蓄があってもなくても、今この瞬間から意識して始める資産運用っていうのは、そういうものが、そういうタイミングが必要なんですね。なのでまあ今はそんな時じゃないなんていうふうに感じている方も、その瞬間からぜひ資産運用を考えてみてはいかがでしょうか。それはまだ学生の10代のあなたでもいいし、侍期を今過ごしている20代のあなたでもいい、子育てや結婚で頑張っている30代40代の方でもいいし、これを見てくださっている50代60代の方でも、80代90代の方でも、その瞬間からできる資産運用っていうのはいろんな形で世の中にあります。なのでこのしるしるチューブ、皆さんの力に、助けになりたいと思ってますので、これからも、よろしくお願いします。さあ、ということで、なぜ資産運用俳優になったのかという、今回は、若干自分のストーリーも含めてコラム回という形でお届けしてみました。これからも皆さんにお伝えする情報をいろいろと届けていきたいと思うんで、今後もよろしくお願いします。さあ、そんなところで今回の資産運用俳優川久保拓司のしるしるチューブ、これにてお開きでございます。どうもありがとうございました。